本日のセカンドチャンネルは、ただいま夜の10時34分です。今日はね、こんな質問が来たので撮影しています。YouTube のカバー写真、スマホや iPhone で編集できないですかっていうような質問が来ました。僕のチャンネルはね、メインチャンネル見てくれてる方っていうのは大体分かってると思うんだけど、車がメインです。ただこんだけ長くやってると編集の仕方を教えてくださいっていうような質問メッセージも正直増えているので、今回は、こちら iPhone6 ですね、iOS を使った、編集の仕方、これから、見ていただきます。非常に編集の仕方は簡単です。まずこちら、YouTube アプリ、こちらを開きます。もう僕の画面になってるんだけど、こちらが iPhone での、カバー写真です。でこちらの、ここの歯車のマークを押します。そうするとチャンネル設定という画面に、進みます。で、この真ん中のカメラマーク、ここが、チャンネルのロゴです。でこの右上のカメラマーク、ここをポンと押すと、下に写真から選択という画面が出てきます。で選択をクリック、そうしますと、カメラが出てきます。でここから、じゃあこれにしようか、でちょっとね反射で見づらいと思うんだけど、ここ、若干外側がね黒く表示されてると思います。でこの画面っていうのが、パソコンで見た場合の画面です。で、この黒い画面からこちら、明るい画面ですね、こちらがスマホだったりタブレットで見た場合の画面になります。どうしようかな、こんな具合にしようかな、こんな具合にできないみたいです。もう真ん中決まっちゃってるんだね。でこのね、画像の編集っていうのもまた後ほどね編集の仕方っていうのも載せますので、まず今回は、このまま、これ土下座してるの僕ね、カレフカスも、このまま、これでいいやと思ったら写真を使用、こちらをクリックします。で今読み込んでるんですが、これが完了しましたら、前の画面に戻ります。そうするともうカバー写真、この画面になっています。でこれパソコンの方で見てもこの画面になっているので、とても簡単です。ぜひね、カバー写真の編集パソコンじゃなくスマホで、手軽にやってみたいという方、この動画を参考にしてみてください。こんな感じでいいかな。では